よち妻のパーソナル TV ステーション。アンディーカフミンのオンチーズ TV ショー。自分色に染まれ、サックシーよち妻私は総理大臣になったことがあるよって、 言えるそんな人生の記念にしたくて生きている人たちがまるで観光地に置いてある記念撮影用の顔はめ込みパネルの順番を維持しようとしているそしてそれを崩そうとしている人までその順番を手に入れようとしているがそれはそれでみんな自分色に染まっている 僕が今一瞬君に惚れてみたのは誰にも影響されていない。全くとは言えないかもしれないけれど、僕のことを僕が決めた。そのつもりだったけれど、誰も君の魅力に気がついていない気がして、一番に君のことを好きになりたくてたまらなくなった。でも、これじゃ 僕のこと、僕が決めたなんて言えない気がしてわからなくなって君と話すのをやめた。これはこれで僕の自分色に染まっている。みんな自分色に染まれ、今迷っているその姿自体、今迷っているこの姿自体、それはそれで、 みんな自分色に染まっている。よちつまのパーソナル TV ステーション。アンディカフミンのオンチーズ TV ショー。